はい、FM 議論を聞きの皆さん、こんばんは。今週も始まりました、インパルスレイディオ。私、議論商工会青年部部長の荒垣雄一です。よろしくお願いいたします。さあ、もう2月も最終週ということで、この1月、2月はね、いろいろありすぎてちょっと忙しかったんですけど、この時期になるとね、結構ね、商工会って確定申告のことで、忙しくなるんですよ。実は、確定申告のですね、支援、要するに、基調の支援とかを、実は支援をやってて、商工会窓口でも、結構ね、連日、商工会の職員の皆さん、頑張って対応してくださってるみたいなので、まあ、個人事業主の方もそうですけど、やっぱね、昔の方たちって言い方はちょっと失礼かもしれないけど、その、日本の税制度っていうか、白色申告っていうのかな、悪いわけじゃないけど、今後のね、日本のそういった、経済産業省とかそういったところが出てくるような補助金だったり、厚生労働省の補助金、あ、助成金とかっていうのも、まあ、労務に関連することも含めてだけど、やっぱりこの普段の事業所の税務関係っていうのがやっぱり一つの指針となってくるので、やっぱ行政が見る側、見る資料としては、やっぱね、青色を申告にしたらね、やっぱ全然違うんですよね、評価も。うん、だからね、ちょっとね、難しくて少し断念してるっていう人もいるだろうし、最近は独立開業する人も増えてて、白色申告でね、まあ手軽なんでやっちゃう方も多いんですけども、ぜひ頑張って青色申告やってみて。で、それも商工会では、指導員の方たち、職員の方たちが皆さん一緒にサポートしてくれますので、まあ、ちょっと会員の方と一般の方とでちょっと少し変わるんですけども、相談の金額だったりとかですね、なんか何十万とか何万円とかそういう話じゃないので、ぜひちょっとね困ったり、ちょっと手が難しいなってなったら、議論商工会ぜひご利用ください。議論商の皆さん、たくさんね、今小さい個人事業主って言っても流行ってるアパレルの店だったり、スイーツの店結構増えてきてますからね。やっぱこういった地域の発信する、ブランディングをいっぱい頑張ってる事業者さんが、どん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 頑張ってくれたらなと思いますので。僕も今も確定申告でもう超辛い。大変、決算時期。事業者の皆さん、頑張っていきましょう。ってことで、先週からお話ししておりました。我々、宜野湾商工会青年部が作り上げた、宜野湾市のキャラクター、流星天女、ハニンちゃんの、今日はですね、音楽を流したいと思います。知る人と知るではないんですけど、実は結構、もう他のラジオとかではちょくちょく流れたりするのかな。で、まあ、経緯としてはね、このキャラクターを、やっぱり宜野湾市ってなかったもので、青年部が作っちゃおうってことで、ちゃんと真面目に作ったんですが、いざ作って、市民の皆さんにどうやって認知させるかってなった時に、なかなかね、表に出るだけじゃ、やっぱ認知されないっていうことにも気づいたし、このスーツを作ったのがちょうどコロナ禍だったんで、コロナの時ってやっぱそんなイベントないし、出てきたら出てきたで、人を集めちゃうとね、問題のある時期だったので、なかなか人前でね、この PR するっていう機会がなかったわけですよ。でもね、もうちょっと視点変えて何かやってみようかってなった時に、実はね、うるま市の商工会青年部さんが運営してる、うるまっていう、実はヒーローがいるんですよ。はい。で、うるまのコンセプトを聞くとね、うるま市ってもともと具志川、石川とか、かつれん、みんな合併したじゃないですか。はい。それぞれ個性なる地域で、で、それぞれ歴史も古いと。でも、そういったのが平成の大合併で、うるま市っていう風になった時に、新しくこの、うるま市になってから生まれてきた子供たち、うん、そういった子たちっていうのが、やっぱ将来のうるま市をね、発展を担う子たちになるので、郷土とか、そういう地元、うるま市に誇りを感じてほしい、持ってほしいってことで、当時のうるま市の商工会青年部の部長さんはじめ、部員たちが、この子たちに何か残したいってことで、うるまっていう
カツレンだったり石川だったり串川をモチーフとしたデザインをあしらったヒーローを誕生させたと、はい、めちゃくちゃかっこいいんですよ。地元の保育園で大人気ですよ。でしょ、はい、あれ何がすごいってうるま市の保育園みんな踊れるらしいです。保育園児らしいですね。衝撃で、はい、であれうるま市が市制誕生してもうそろそろもう10年を超えたと思うんですけど、はい、ウルマはもう多分ね、もう10年通ってるんですよ。おお。あと4、5年するとね、下手したら、俺僕幼稚園で踊りましたよっていう、ウルマ市の青年部員が出るかもしれないです。わー、すごい。その話聞いた時に、おい、俺たち何やってると思って。はい。犯人の歌作ろうって。ダンス作っちゃおうってなったんですよ。はい。でもね、やっぱこれ大事なことで。大事ですよ、とっても。我々も、やっぱね、市内外に宜野湾市のことを PR したい。で、それだけじゃなくて、宜野湾市の子供たちに、生まれどこ、出身どこってなった時に、将来どこで活躍するか、まあね、みんなそれぞれあれだと思うんだけど、あ、僕の生まれ育った町は宜野湾市でとか、私の生まれ育った町は宜野湾市でって、宜野湾市って何が有名なのっていう時に、実はね、羽衣伝説があってとか、そういうのをなんか感じてもらいたいなっていうのがあって、じゃあもうダンスと歌作って、みんなで踊れる、楽しいのを作っちゃおうよってことで、今回ね、宜野湾をもう代表するあの芸能、事務所チームスポットジャンボさん、沢慎一さんの主催とあるじゃないですか、はい、にお願いしてですね、そこの所属してる夏子さんっていう、はい、ナレーションもやるし CM にも出るのかな、はい、で歌も歌うし、はい、が歌を歌ってくれてます。だからもう完璧に夏子さんが歌ってる音源なので、はい、これがもう公式です。おで、夏子さんの、いろいろメディアでも多分紹介されたのかな。であ、なかなかね、やっぱ発表する機会だって何もないので、今回インパルスレディオ始まるにつれてね、なんか僕のオープニングとかエンディングかっこいい洋楽にしてますけど、僕個人の趣味で。あでもやっぱハニンの歌も今後使っていきたいなって思って、いや、いいですね。でね、これ歌詞もね、ちょっと注目していただきたいし、はい、実はこれもダンスの振り付けもあって、とってもいいので、まずは今日はちょっと歌を聴いていただきたいなと思いますので。では、お聴きください。流星天女ハニンテーマです。どうぞ。森の川に舞い降りた天女の母を持つ私、母の思いを受け継いで幸せの種育むの、奏でる笛は希望の音、まだ見ぬ未来へ舞い踊る君の明日に出会うため、この街にいるの。心の中にある種がやればできると背中押す勇気の羽空高き、笑顔あふれるこの街で先にも冒険しよう。空に飛びんす地のんのヒロイン、流星天女、私はハニー。はい、お聴きいただいておりますのは流星天女ハニンのテーマ曲です。あ、高坊さんこんばんは、ありがとうございます。 NHK 沖縄のみんなの歌で出るといいですね。もうこんなことなったら僕泣きますよ。
はぁ、とうとう、うちのハニンが、地下アイドルからメジャーに行って、まぁ、ちょっと違うけどね、はい。いやいやいや。ノイズもゼロ、さすがですね。ごめんなさい、電話連絡取れ。でもね、やっぱり、プロというか、お願いして、すごく良かったなと思うし、僕らの思いを、こうやってね、表現してくださって、本当にすごいなと思って。さっきも言った通りね、やっぱこの、ウルマーに、ちょっと対抗意識じゃないけど、少しあったんですよ。ああ、まあ、そうです。同じ、なんだろう、ヒーローものというか。はい。でもね、別になんか、悪者がいるわけじゃないし、はい、まあまあ、キャラクター作っちゃえば作ればいいんだけど、なんかそういうことじゃないよな、ってことで。宜野湾市の、やっぱそういった子供たちだったり、宜野湾市民、大人も子供もみんな、お年寄りも、もう赤ちゃんもみんな、応援したいっていう、純粋な気持ちって、あまりにもざっくりしすぎてて、それを伝えようとするにもなかなかやっぱり、いやー、難しいですね、ってなったんですけど、いやー、こんなにね、素敵な歌にしていただいた、チームスポットジャンブルの皆さん、それで、これ歌ってる夏子さん、本当に感謝ですよ。超いい歌。すっごい可愛らしいですね、うん。で、実はね、これ歌だけじゃなくて、これに振り付けがあるんですよ。オッディさんって、はいはい、芸人さんというか、マルチクリエイターと言っていいのかな。はい、オッディさん実は地元の先輩なんですけど、オッディさんと夏子さんがこの振り付けを考えてくれて、まあ、僕ら普段ダンスしないおじさんからすると、簡単に作りましたよと、キャッチーな振り付けですよって言ってくれてるけども、はい、なかなか覚えるのに時間がかかって、で、それをどうにか幼稚園生、保育園の皆さんに覚えてもらいたいってことで、いろいろと、試行錯誤してたら、ちょうどうちの部員にですね、ワンパクシーサーっていう、認可外保育園の、園長先生、理事長がいるんですよ。はい。部員さんが。その方にお願いして、ちょっと教えてあげ、くれないと。園児たちに、ちょっとお願いってことで、やったら、もうみんなね、飛び跳ねて、キャッキャッキャッキャして楽しそうに踊るんですよ。で、またね、覚えるのも早い。はい。もうそれを見るだけで、また、こう、涙腺が崩壊するわけです。おじさんたちは。すごい、ハニンのダンス踊ってるって。で、今年、まあ、今年度、要するに去年か、10月にね、宜野湾市公開で、やった、宜野湾市がやった、この産業祭りっていうのがあるんですけど、産業祭りのステージでね、その、園児たちと、ハニンちゃんコラボして、踊ったんですよ。はい。いやーもう、最高。11月か、産業祭りで踊れて、で、実はその前に、僕もステージ立って、羽衣祭りで実は踊ったんですよ。実は。でもね、それね、ちょっと失敗というかね。はい。なんでしょうね。僕の、なんか、慣れてなかったのかな。あなた、あの時何か踊ってた方よね、みたいな。はい、知らない方に女性に、ちょっとね、年上のお姉様に言われて。はい。あ、そうですって。見てくれましたって言ったら、全然弾けてなかったわね。もっともっと感情出さないとダメよ。ちょっといろいろとお叱りを受けまして。いや、難しいなと。こういうキャッチーでね、ポップな、可愛い曲調だし、振り付けもね、やっぱりね、うん、ちゃんと本気でやらないとね、伝わらないし。なんか照れちゃダメですよね。そう。そうね。はい。照れてるつもりはなかったんだけど、なんかね、携帯で撮ってる映像を後で確認したらね、はい、あれ全然俺弾けてないなって。あー。もっともっとやらないとね、はい、このハニンのこの歌詞の込めた意味とか、宜野湾市民をもっともっと応援したい、みんなで上げていこうぜっていうようなこの心情が伝わらないなと思って、あ、高坊さんありがとうございます。 YouTube で流れてますか。実はね、これもね、身内だけで今限定公開してるので上げてはいるんですけど、限定公開ってほら見れないじゃん、はい、今後ちゃんと作ったやつ上げてですね、みんなにやっぱ公開しないと広まらないと思うので、これも今計画してますので、そうしないとね、やっぱりみんな覚えないし、
子供たちにもどん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 この DVD を配布して、はい、お遊戯会とかで踊ってくれたら部長泣いちゃうな。あと YouTube とかで上げると結婚式余興とかで使ってくれる方も多分出てきます。そんなことある？すごいね。はい、ちょっと鳥肌立った。すごい。ちょっと嬉しいかも。なんなら行くしね。結婚式作ったらなんかハニーちゃんが出てきて一緒にやるしね。いいですね。いいんじゃない？宜野湾のカップル成立とか言ってさ、はい、あの宜野湾市内で結婚式やってくれてありがとうっつって、はい、ラグナ使ってありがとうとかね、はい、わかんないけど。いやもう最高ですよね。あいいね。いやこのねハニーちゃんってやっぱねゆるキャラと違ってやっぱヒロインなんで、はい、ちゃんとこの手足というか、はい、あのヒロインなのよ本当に。実体がありますから、ね、そう実体があるから。だからね活用方法って言い方はちょっとあれだけど、この前ベイスターズの選手の皆さんとね抽選ボックス持って、あの牧キャプテンとか三浦監督にもはいどうぞって感じでボックスを渡したりとかしてね、はい、アシスタントとして超大活躍。おいやただ今後のね展望としてはこのやっぱハニーちゃんの、やっぱり出るタイミングをもっとみんなでやりたいってことで今まだお伝えできないんだけど、本当にみんなが普段から見れるような場所にもしかしたら展示掲載されるかもしれないので、それがタイミングが来たらね本当にすぐ報告したいと思うので、あハニーハニーハニーってわー、もうそういう感じでもしかしたらなるかもしれない。楽しみですね。もうこれはね本当に嬉しい。それをきっかけになんかそういうなんだろうな、あの職種の方たちを目指す子供たちが増えても嬉しいし、はい、何の話してるんだってなるんだけど、今ねそういう期間にちょっと今問い合わせしてて、はい、前向きな返事をいただいてて、おでもしかしたらそれが採用されるとその車両にハニーが貼られて、もうみんなが身につくハニーちゃんが宜野湾市内を回ると、おいやーいいですね。でもねやっぱこういうコンテンツとかって本当大事で、このねさっき言ったポップテピピック、はい、いやあのアニメ見たことあるかな皆さん。めっちゃ攻めてるアニメじゃないですか。攻めてますよね。いやめっちゃ笑って、はい、で青木さんっていう監督さんなんですけど、実はね、中学生小学校高学年から高校まではね沖縄に住んでたんですよ。あそうなんですね。そう東京出身なんだけど、お父様か誰かがね沖縄出身の方で、はい、お母さんの方かな、お母さんの実家がなんか沖縄の方だったのかな、はい、でそれで、休養高校出身の方なんですよ。だから沖縄会とかあったんですね。そうで実はね、そう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 なの、はい、そうなのよく見てますね、はい、うん、そうあれね今ね NHK の NHK 沖縄のねうちなわで遊ぼっていうなんかね沖縄の昔話とかのことわざ国語に言葉とかをこういろいろと紹介するあのアニメがあるんだけど、それの総合演出とか監督やってるのかな青木さんは。それでも携わってて、実はそのアニメーターの中の一人に今エヴァンギノアンの改築プロデュースしてもらって、あの朝日さんがいるんですよ、はい、そう、それをきっかけに青木さんという方紹介してもらって、とんでもないとんでもない監督じゃん。でやっぱねこういったクリエイターの方、トップ最前線でやってるクリエイターの方の意見ってやっぱ貴重で、はい、結構完成されたストーリーっていうか誰でも予想つくようなものじゃなくて、意外とこんなひょんなことからっていうアイデアが長生きしたり結構みんなに刺さるの多いから、はい、なんかぜひ宜野湾の商工会青年部の皆さんにはなんだろう、誰でも想像できるような安牌なそういう、ストーリーを目指してほしくないなと。ちょっと深い言葉を最後ちょっと審査の、そう公開審査じゃなかったのでね、関係者だけでやったんだけど、あなるほどなと思って、まあ明らかにねこのキャラクターを募集したいってことで公募したんだけど、あのヒロインキャラクターといってもやっぱゆるキャラみたいなキャラクターもいっぱいいたんですよ、はい、できればねこれもねなんか肩に乗っけてハニーちゃんの仲間たちみたいな感じで、宜野湾の妖精みたいにして今後出していきたいなと。宜野湾っていろんなところに、あの、伝説とかいろんなのがあるので、そういったのを
発信できたり、モチーフにすると、宜野湾のそういった、PR にもつながるのかなってことで。でもやっぱり、こういうトップクリエイターの方たちの発想だったり、そういったのって参考になるので、僕は今、部員の皆さんにですね、今すぐ推しの子を見ろって言ってですね、去年、一昨年ぐらいから、推しの子、はい、アニメの漫画の、はい、やっぱほら、アイドルとかさ、そういったのが、どういう人間関係とかってあるじゃん。はい。犯人は別にアイドルじゃないんだけど、僕の中では勝手にアイドル化してるから、そういう、なんだろう、同じストーリーの話じゃないんだけど、はい、愛を持って、キャラクターを育てていくんだよ、俺たちがっていうのをずっと部員に説いてて、まあ、部員からは、なんか、部長熱いなってことで、引いてるメンバーもいるかもしれないけど、でもそれがね、やっぱり宜野湾市を愛することとか、PR につながるっていうことになると思うのでね、ぜひ皆さん、今後も、流星天女犯人をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ活躍お祈りします。はい、ありがとうございます。コメントも来てますね。あ、金子秀明さん、だいぶコメント多くなった。ありがとうございます。そうなんです。高坊さんは、時期が来たら公開してくださいね、そうしないと後悔しますよ。そうですよねそうよね。やっぱそうっすよね。はい。このね、公開するってなかなかやっぱ勇気いりますよね。まあ、でも、絶対 YouTube とかでの公開がいいかなって思いますね。あ、媒体っていうか、あれはとしては。はい。すると、やっぱり広がりやすいので、僕の担当してる芸人の子が、自分で歌作って踊りも振り付けして、振り付け動画も上げたんですよ。そしたら、彼はなんか、結婚式余興でやってもらう人たちがいたとか、保育園で踊ってもらえた。すごくないそれ。はい。そんなことあるらしいんですよね。めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。それはもう、この人の彼の完全なオリジナルですよ、ね。オリジナルです。めっちゃいいね。ちょっと音つけるのだけ僕がお手伝いして、音はつけたんですけど。なるほどね。はい。いや、そうなんですよ。やっぱりね、公開しないとダメですよ。はい。いや、公開しろよって話ですけどね。いや、これはもうすぐ公開します。チーン。振り付け動画っていうのは相当需要ありますから。うん。やっぱり YouTube とかやると、絶対こう、余興とかの素材として多分、皆さん結構重宝するので。そうよね。僕も余興を散々させられてたんで、大変だったんですけど。今って、いや、僕はカメラマンの仕事なので、はい、やっぱ披露宴とかで、そういう撮影多いんですけど、はい、結婚式、沖縄の結婚式もちょっとずつ今変わってきてて、はい、300名200名が当たり前だった時代がいつの間にか今100名未満で、はい、料理の質を上げて、うん、なんならなんだろう、立ち見でっていうか、はい、スタンディングで立食形式ですか。でガーデンおしゃれなあー、はいはい、パーティーが多いじゃないですか、はい、だからそういう時に余興する時間って、はい、やっぱ変わってきてたんですよ。ああ、ですよね。前ね、なんか、やっぱ披露宴会場って必ずステージがあるじゃん。はい。ガーデンとか、なんかそういう海岸でやるやつって、そういうのないじゃん。はい。で、なんかその、新婦のお友達が作ったいい感じの音楽で、思い出のスライドショーみたいなのとかっていうのがあったりして、なんか県外の披露宴パーティーっぽくなってきたな、沖縄のもって思うんだけども、はい。ある意味、なんか一体感というか、友達の自己紹介じゃないですか、あの時間って、はい、親戚に。あ、うちの息子は、こういう子たちと一緒に青春時代過ごしたのかとか。そうですよね。もしくは、新婦の子供たちからしたら、はい、彼氏さんのお友達、みんな面白い人ですよね、とかね。はい、やっぱ、ああいうのって必要だなって思うし、でもそういった時になんか、こんなのに使ってくれたらいいですね。いや、本当に多分求められると思いますので、ぜひぜひ。ああ、なんか面白そうだな。そういったのもなんか、どん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 またコロナもね、明けてできたらいいなと思いますね。はい。ありがとうございます、高本さん。コロナ禍が影響したのですかねって、そう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 。絶対そうなんですよ。でもね、やっぱそういうのも、ちょっとずつ新しいイベント化して、復活するお手伝いも、犯人絡めていけたら、新しいコンテンツがまた増えそうなんで。はい。ぜひぜひ皆さん期待してください。犯人はすぐ公開します。YouTube で頑張って公開しますので。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ここまでは、お付き合いいただきまして、ありがとうございます。インパルスレディオ、また来週もお聞きください。ありがとうございました。ありがとうございました。